レディース佐川杯優勝戦進出を決めました落合直子選手です。まずはおめでとうございます。はい、ありがとうございます。スリットの写真を見ながら控え室でちょっと行く気はあったんですけど、はい、起きなかったです。あ、起きなかった。はい、もう起こした瞬間に遅れたと思いました。いや、だってファンとしてはもうスタート上手の落合直子がまさかっていう感じだったもんね。はい、私もしまったと思いました。でもそこからの挽回、はい、素晴らしかったと思います。いや、足は良かったと思います。気力はどうですか？昨日もインタビューの中で聞いてましたが、昨日よりまた上積みがありましたか？昨日の後半が一番、うん、もう乗り心地も足もいいと思ったんですけど、ちょっと昨日が良かったんで、もうチルト跳ねて行ったんですけど、できれば下げたいですね。下げたいですか？足はいいですけどね。足はいい、うん、十分優勝狙えるところにある足ですか？どうですかね。佐々木さんもやっぱり良さそうでしたね、はい、あの明日はちょっと天気も崩れて、まあ、今日より寒くなるかなという感じらしいんですが、天気への対応なんかは、そこが課題ですね。やっぱりそんなに変わるもん？いや、もう全然昨日と今日は別物でしたね。やっぱもう湿度があるとちょっとおかしいですね。ああ、そうなんだ。私はカラッとしてほしいです。あ、ということはちょっとはやっぱり雨は我慢してもらいたいなというところで、ね、昨日ぐらいが抜群でしたね。うん、さあ、とは言うてもね、久々の優勝と昨日も言うてましたから、はい、はい、ファンの方も、まあ、僕も大阪人なんで、はいはい、大阪の落合直子の活躍を期待しておりますので、はい、最後にファンに抱負をお聞かせください。はい、優勝できましたので、どのコースからでも優勝を狙って走りたいと思います。応援お願いします。落合直子選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。